はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート28やっていきたいと思います。ちょっとごっちゃごちゃだけど、前回メドーサボールを倒したので、一応ゴールドラッシュが戻ったということで、空っぽ島に戻るために、人を連れて帰るというところで、みんなに話しかけるとこですね。まあ一人ずつ行きますか。なかなかのゴルドンさばき。金属と空っぽ島の仲間を探しに来た。鍛冶屋としてまだまだお前さんと物を作りたい。はい。で、マスター。ゴールドダッシュが戻り、バーもかつてのにぎわいを取り戻した。長年の願いだったバーをこんなに素晴らしく形にしていただいて感謝してもしきれません。ずっとシェイカーを振り続けたい。荒くれさんと功績をめでながら。しかし私は分かっています。ペロは私の娘はどうせあなたの島に行きたいと言い出します。あるならば私もあなたの島に行きます。 OK だと。こいつビルダーの鐘に導かれてここに来た時はこんなことになるとは思いませんでした。ハーゴン教団の信者だった僕はこんなすごいバー作りのお手伝いをするなんて、金や銀が戻るのを見て、行動に潜って僕も鉱石を掘りたい。荒くれを目指します。筋肉を作ります。この島のことは僕たちに任せて、素敵に開拓してください。あ、お前は来ないんだミルズとかもう見分けがつかないからな、未だに。え、どうするってはい、開拓する分なんてあんの、空っぽ島に。オイラたち4人はずっとオッカムルの荒くれ仲間。鉱山はバーはどうするんだ。俺たち4人のこれ絆って書いて筋肉だいたい筋肉って読ませるよねいや片方は残って片方はついてくるっていうパターンもまあ考えられたけど、両方来ましたね。踊る宝石、お前は来ていいだろうと。まあそうだね、来てくれ。お、まだ未練がある。そうか、頑張ってくれ。じゃああとばあちゃん、お前ちょっと話せない、上にいて。私鉱山街のアイドルになる自信まだない。目つきも悪いし飛行に走るんじゃないかって気が気じゃない。保護者として空っぽ島についていきたい。まあいいよ。ひげの生えた素敵な殿方、そろそろ結婚も考えている。まあいるはいるけどね。よし、これでじゃあ最後に話しかけて、私は一緒に行けない。パパさん何のためについてくるんだ。じゃあ、あいつずっと拍手してんだけど、なんで。自分の気持ちに嘘をつく。ダメ。いつかミカミックスの島のこと俺にも聞かせてくれ。結局来るんか。オッカムルにはいつでも帰ってこれる。素材は無理に持っていかなくてもいい。使えそうなものをこっそり集めておいた。よし、じゃあ行きますか。どうせ素材持っていけないからね。だったら拠点に帰ろう。あ、トロッコさ、もう少しなんか、まじ拠点じゃねえや、船着き場だった。有効活用すんのかなって思ったら全然有効活用しなかったね。もっとトロッコでさ、どこどこ移動するのかと思ってたらそんなことなかったわ。またたくさんの人を連れてきた。こいつずっとここにいたんだよね、何日も何日も。お見送りくらいさせてちょうだい。
超ヒッパーヒル。こうやって見るとこれからこの島はますます栄える。じゃあお前も来いよっていう話だよね。ゴールドラッシュの再来、すぐに船を出します。さようなら。ここの港だいぶさっぱりさせたかんね。木材が足りなかったから。オッカムルでの冒険は終わりを告げた。新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。そういえばさ、素材島のさ、なんか探すやつあるじゃないですか。なんかチェックつけていくやつ。あれって山彦の笛でなんか場所がわかるって言ってなかったっけ。どこまで開拓したこいつら。汗臭い。白爺のやつにおかしなことされなかった。記憶が少し戻った。こいつら何。怪しいやつらだな。ハーゴン教団の連中、うぞん、ちょ覚えづらいな。教団の宣教師、偶然ここを見つけた。ドルトンがどうしても、マギール殿のようにものづくりに興味がある。追い返すのも忍びない。皆さんのものづくりを手伝ってほしい。助けが必要になったら呼んでください。白爺のところへ行きましょう。白爺のところにも行きたいけどね。ちょっと手紙ある。ヒース、全然読んでなかったな。ものづくりこそ私の人生。これただの普通の、ほんとただの手紙だね。じゃあちょっとワープしていきますか。山頂まで。ほい。なんじゃなんじゃその娘さんは。いや俺もプリティラブリーだけど。ここで暮らしていく。まずは住む場所を確保。こいつらみんな住む場所後でいいって言うよね。大きな建物を作りたい。赤の開拓地、島の東に2つ目の石板がある。了解です。ではこっちか。また飛んでけばいいのかな。ここからとめっちゃ広いな、ここの島も。あそこか。ほいほいほい。着地は優しく。赤の石板を調べた。以前の石板と同じく、かつてビルダーが残したものづくりの石。何を作るべきか。ちょっと水の羽衣にしよっかな。いや見た目ね。景色を作りたい。水をたたえた砂の大地に立つ巨大な建造物。もうなんだ。ピラミッド、なるほど。オアシス。オッカムル出身の我々にはぴったりの建造物。オッカムルの民の町にしよう。一から町を作っていく。
素材を持ってきた。腕に撚りをかけて選んだ。みんなでピラミッドとオアシスを作っていく。開拓スタート。開拓レシピ、島の住人を増やそう、達成。開拓レシピを達成し、ってか勝手に達成したんだけど、小さなメダルとか全然手に入れてないからね。リフォームコテ、ものすごいビルダー道具。え、小さなメダルでさ、こういうの手に入るの？マジか。地面や壁を楽々リフォーム。手持ちのブロックを選び、地面や壁に向けてコテを使えば、そこが選んだブロックに置き換わる。え、どういうこと？いっぺんに選べるってこと？え、リフォームコテを強化。あ、開拓レシピをあと5個達成か。じゃあそれやりてえな。壁や床を別のブロックに塗り替える。おお、超いいじゃん。島の調査を進めておいた。ピラミッドとオアシスを作るならぴったりの場所がある。石板に触れたお主ならこの地にワープできる。ピラミッドを作れそうな場所。よし、じゃあ行くか。あ、アップって何？ああ、レベルアップができるってこと。これだったら何でも作れるんじゃん。うん、いいね。ちょっと一個一個見てらんない。あ、ここにもサボテンとかあるんだね。まあ、作物があるからね、多分食べるものにはそうそう困らないはず。今回その辺をうろうろするのはやめてねって。あれは、うん、ビルダーさんのものづくりを見学させていただくことにしましょう。お邪魔はしません。破壊することもいたしません。どうぞごゆっくり。ピラミッドを作っていく。設計図を書いてもらえる。でけえ。いや、超でけえんだけど、何これもう地上絵になってるよね。設計図1だし4736とかいや、マジかよこれ。尋常じゃないんだけど。1つ目の設計図、得意の設計図を3つに分ける作戦。いや、マジで尋常じゃない。とっておきの建材も持ってきておいた。収納箱に入れておく。坑道にあった地下神殿からこっそり借りてきた建材。お、手伝っていただいていいですが、私たちだけでも完成させてみせますよ。お、楽勝だね。ちょっと見てみよう。すっげえ引っ張るよくこんなに持ってきたな超引っ張んだけどお任せしましょう。じゃあピラミッドだけじゃなくオアシスについても刻まれていた。ここは砂だらけ。オアシスといってもお困りですから娘さん。作れるものがな、仲間を呼べばよい。モンゾーラの仲間たち。ピラミッドも仲間が多ければより早くより楽しく作れる。住人名簿の作り方を教えよう。住人名簿は作業台の生活家具のカテゴリーにある。早速作って地面にでも置いてみるがよい。え、どういうこと？あ、まず名簿を作れってことね。
住人の引っ越しなど管理ができる。ああなるほど。赤の開拓地はなんかこの人とこの人とこの人、緑はこの人とこの人とこの人みたいな感じね。ちょっとでワープしよう。赤で、ちょっと待って、ね、一回もう全部しまっちゃおう。わかんねえかな、ここは薬草そんなに必要ないからね。で新しいやつどれ、空っぽ島作業台、いやそれはいらない。パーツ古いビルダーハートで交換か。あれここら辺って全部まだロックされてんだっけ。うわーマジか。えいちいちさこれピコってなるの、後でやろう。アイアンアントみたいなのがすげえいっぱいあるんだけど、どれだ。ペロの電飾とか普通にあるんだ。エッチなライト、何これ。赤い宝石を集めよう、超欲しい。あカラーベッドとかいいね。スクエアテーブル、いやそれよりさっきひらめいたやつ住人名簿これか。木材特裁と超簡単。邪魔で、これを置くってどこに置くのこれ。なんか変なとこに落ちた。住人名簿を作った、一体何ができるの。いや分からん俺にも。開拓地の仲間を呼び出し好きな場所にお引越しさせることができる。何人か呼んでみるがよい。土がいる。ひげのおじさん、メガネのかわいいあの子、ミミズン、ドルトン、チャコ。え名前も変えられんのえこれをどうすんの。チャコ引っ越す、緑じゃなくて赤。あなるほど、ミミズン引っ越す赤、ドルトン引っ越す赤。ほうほうほう、フラーテって誰あ一般人のやつか。ニワトリとかも引っ越せるんだ。なるほど、オッケー。ビルダーの大先輩たる我が輩が力になろう。ここにオアシスを作る、ピラミッド作りを手伝う。ポンペさん、チバコさん、リズさんも呼んだらすぐに来てくれる。素材島から連れてきてくれたニワトリさん、たくさん卵を産んだ。10個、そんな多くねえな。料理して食べてくださいね。なるほど、これで一緒に物を作れる。同じ場所で寝起きさせ共に物を作る。なるほどね。まあやっぱり最終的にメインとなるのはここなんだよね。もし手が空いたらみんなのピラミッド作りを手伝うか、休める場所を作ってくれると嬉しい。てかやっぱ仮設住宅は必要だよね。ポストに手紙が届いた。水場と緑が欲しい。干上がった池がある。ヤシの木がそばに生えているのが目印。宣教師のちょうど後ろ、ああそこか。乾きの壺に水を入れる。その水場の周りを緑にすればオアシスになる。泥がない、でも泥があるとダメなんだよね。さあこれ使って、用意がいいな。土と砂は成分が違う、生えてくる花や草も土とは違う。ほう、水場の隣に緑ができればオアシスの完成。了解です。あニワトリがいる。オッケー、これ壊さないとダメだよね。塗る、今はリフォームできないち
邪魔なやつを先に倒すわ。これ3つしかならないんだよね。あ、今はこの3つでなるよってことか。え、絶対これ泥水になるよ。ここはいいかもしんないけど、え、これ大丈夫？ここら辺これ普通の土なんだ。泥とはまた違うのか。なんか見た目がちょっと泥っぽいけどね。こっちまで水をやろう。よし、痛い、邪魔。グラジオスの種、乾きの水の穴、もうちょっと早ければな。あ、向こうまで行ったか。あとはこっち。あ、しまった、もうちょっと奥でやった方がいいな。と、水だけは行った気がするんだけど、まだ行ってないとこ。あ、こっちか、ネズミがいる。とりあえず水をまく。つながってくれ。よし、つながった。え、あとどこここで、水自体は全部いったか。で、そこから緑を作んないといけないって言ってたよね。いや、まあまあまあ、それもそうなんだけど、ちょっとな、まあ、素材島はあれでやるか、裏でやっとくか。じゃ あここら辺を一帯を緑にするってこと。雨が降ってきた、久しぶりだな雨とか。ただ草原団子が大量に必要になるね。これさ、こっからさ、ちょっともうオールじゃないと何が何だか分かんねえかな。草原団子いって、超めんどくせえこいつら。肥やしとそれなりに数はあるか。20個くらい作っちゃう。で、もうどんどん巻くだけ巻いちゃおう。別に土が腐ってるってことはないからね。うわ、アイテムがすげえ、数がマジで半端ない。草原団子40個、これを端から置いていく。大体なんかそれなりの感じでいいよね。はいはい、もう分かんねえか、適当に任せるぞミミズ。はい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 、もう気にしてられない。どんどん置いてこう。穴が開いたら、まあそこは後で埋めよう。あ、ここら辺ちょっと開いたっぽいな。はい、忙しいな、いつも。で、こっちはまあいいや、ちょっと一回放っておいて。いろんな花を置こうって言ってるよ。こっちもまあ崖だからいいでしょ。あとこっちらへん、あれどっから置いたっけ。まあいいや。はい、
はい。あ、草原になってる。よし、あとはあいつが耕してくれるのを待つか。ここにもどこか、どうせだから。じゃあここあ、割とあれだね。あとあいつが頑張ってくれるの本当待とう。でピラミッド作り、うわ進んでるようで進んでない気がする。ちょっとサボテン全部ハンマーで破壊しよう。ちょっとこれをね、今回これを食料にしないといけないから。まずはこの平地を作る、それが大事。枯れ草はまあ144。これさ、俺が壊したらさ、みんなぶち切れそうだよね魔法の玉とか置いたら一気に爆破できるからねてめえ何してんだってなる。自分で素材集めてこいやって言われそう。まあこんなもんか。あと家もだから結局作ってあげないといけないんだよね。じゃあそれは何で作るかって言われたら、結構いい家作れるからね今は。うん、素材はすげえいっぱいあるな、全然余裕だな。ここちょっと平地にしよう。あ、これ泥だな。泥はさすがに変えておきたい気がするな。これ早いマジで砂クラスだった。てかここにさ鉱石取れんの、そもそもの問題点として。これさ、ピラミッドの近くに家があるってなんか変だよね。いや、そういうところちょっとやっぱりこだわっちゃうんだよね。ここに草原なんか置いとこう。あ、もう置いてあるか、ここに。今ミミズンが頑張ってるからね。これって、おお、桃色の花の種。これはグラジオス。へえ、多分地面によってあれだね、花が変わるんだね。まあそう言ってたけどさ。じゃあ石板の近くに作る。まず高さを合わせたいんだよね。高さはこの高さに合わせよう。まあサボテンがあるのもな、ちょっとオツだけど、ちょっと破壊させてもらう。ここは平地にする。水場をたくさん作ろう。で、床ってリフォームできないのかな、これ。あの土になってるやつ。まあ超でかい家にするしかないよね。ちょっとリフォームコテってなんかできないのかな。ルール、今はリフォームできない。今はの理由がわからんなんでじゃあそうするとさ、地面全部さ塗り替えるのめんどくさいな。あ、待って、あれ壊れちゃうじゃん。あぶねえ、ギリ、まあ、家作りはちょっと裏でやるか。まあ、これもちょっと大して生産性ないけどね、今やってること自体。回収しておくか。これなんかさ、落ちてんの全回収みたいなのはできないのかな。すげえ早い、外壁が出来上がってきてる。でもまだ 21% か。みんなものづくりの根性がすげえな。オアシスどうなってる今。ミミズンが頑張ってるよね。ちょっとここ空いてるね。はい、あれ、ここに草原団子がある。やっぱいいや後で置いたのか。倒そう。あ、マドハンドもいる。そっか、マドハンドがいないと草原団子が作れないからね。よこせ、経験値全然持ってねえな。よし、草原のもと。
もうこれのあれはミミズ次第だな。頑張ってる頑張ってる向こうで。まだあそこか。じゃあやっぱり家作ろう。床はね木とかにしたいんだよね。ちょっと朝にしよっか。まずそもそもの俺専用のベッド作ろう。自分のベッド、これでいいよ。木のベッド一番無難で、ちょっと一旦ここ自分専用、ただ寝るだけ。でドレッサーも一個作るか。ちょっと水の羽衣で行きたい。夜はね暗くてやりづらいんだよね。ドレッサーどれだ、わかんねえ。これは壁でしょ全部。あードレス、これって扉か。明かり、生活家具か。装備展示台とかあるんだ。あいって、これ超厄介なんだけど。こいつあった、ドレッサー、これか。よし、じゃあ置いて、ちょっと見た目変えよう。よし、オッケー。まあ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 、水の羽衣もやっぱ可愛い感じがいいよね。これって男でも水の羽衣なのかな。性別も変えられたからね。あ、だいぶだいぶなってきたね。あの中もちょっと草原団子やるか。ここどうせだから、ちょっと待ってね。じゃあここだな。であとここ、この置いてあるやつっていつやってくれんだろう。ミミズン一人じゃ大変だろう。もう一匹ミミズンが欲しいよね。オアシスを作ろう。15分の14になってるけどさ、これが増える条件がよくわかんないんだよね。一応できたっぽい。完成はしてないけどね俺的には。まだ作成途中なんだけど。左の方とか、さすが地図で見れば前の景色からどう変わったかわかる。開拓レシピ、オアシスを作ろう達成。あいつブロック持ってる。途中できたんだな作成の。小さなメダルが生まれる。少し小さなメダルも回収しとくかな。でリフォーフコで強化っていうかさ、普通に使いたいんだけど。石板のお題一つ達成、ピラミッド。まあ頑張ってください。まだ 27% か。まあなんか作りながら待っててねってことなんでしょうね。じゃあやっぱり家だ。ではではでは、まず床を何にするか決めよう。何人くらいいたっけ今。そもそもの住人、あ書いてあったよねこれに。あ、名前を変更するって俺の名前を変更できるってことね。あれすぐに何人か分かんない。1234567。これで引っ越すで今は選べません。あ、そうか、ちょっとポンペ引っ越す。11人か。最高で20人ね。てか全員連れてこれんじゃん。どうする。リズとか意外に料理作ってくださそうだからね。このフラーテ一般人連れてこよう。よし、ってことはやっぱり結構大きめの家を作らないといけないんで、そうだな。じゃあまずは床をまた作りますか。そうするとよし、こっからうわなんか汚ねあれが出てきた。空腹で倒れそう。あ、使えない。
しかし食べるものはそれなりにあるはず。いや、ここは食べるものそんなないんだっけ。あと自動料理システムか、それも構築しないとね。全部食べよう。まあ一旦適当でいいでしょう。3マス分くらいやっとく。じゃあ待って、こうね。まあね、地上が足りなくなったら2階建てを作ればいいんだけど、2階建てを作る俺のその技術的センスがないからね、そもそもの難しいんだよね。1回2階建てで挑戦したんだけど本当に難しい。追われてる。ちょっと、お、変態変態変態、許さん。何こいつ。ちょっとあそこに誘導してあげないと。いや、お前も変態だな、痴漢だな完全に。ここか、来い。面積的にはまあ大丈夫だよね。よし、この大きさでいこう一旦。あとはもう広げていけばいいだけだから、床をどうするかってこれマジでなんとかならないの。まず床から見る。しかも今できるやつでいこう。ハートで交換しなきゃダメか。壁でしょ、だって床がいいんだよね。板の床がまあ一番無難だよね。飾り床か、木の床、あれこっち板の床か。板だな、板にしよう。100個で300個か、ちょ50個くらいにしとこう。500個。よし、じゃあちょっと板を敷き詰めていきますか。砂とか大量にあるんだけど、岩じゃなくてどれだ、多すぎて分かんない。これだ。え、これさ、マジでさ1個ずつ置いていくの。いや、それはちょっとめんどくせえな本当に。え、この作業ずっとやっていくのピラミッドができるまで。あ、ちょっと待って、ミッションない。ミッション話してみよう。ルルちゃん、家作りはちょっとめんどくさすぎる。ピラミッド建ててるな。ピラミッドを作っていくわよ。いや、俺一人が加わったところで大した戦力にならないから。ミミズの草原団子全部やった。やってなくね。あ、頑張ってる頑張ってる。今ちょうど頑張ってるとこだったわ。じゃあもう少しまばらになってる。ここら辺に行こうよ。じゃあ俺は家作りするか。よし、一旦床は敷き詰め終わったんだけど、てかさ全然進んでないんだけど、なんでピラミッド作り 29% から進んでないんですけど、なんか俺やんなきゃダメ。みんな頑張ってるよね。え、なんだなんだなんだ、なんかが足りない。いや、そんなことないよピラミッド作りの 29% から全く進んでないんだよね。あ、
設計図1だからか。設計図1はじゃあほぼほぼ出来上がってんだな。てかさ、このモンスターなんとかしたいよな。ここにさ、家作るのはいいけどさ、そこでモンスターに襲撃されるんだけど。ちょっと一回整地しよう、せっかくだから。まあくまでもね、仮設住宅だからね、今のところ。壁どうしようかな。どうせだったらなんか豪華な感じにしたいよね。せっかく鉱石持って帰ってきたから。何がある？あー、ここら辺でもちょっとしかないな。こんなのすぐなくなるよ。持ってきたって言ってくれたけどさ、絨毯とか綿が全然足りない。布の床かー。あー、これ悪くなさそうだったな。待って、まあ、木でいっか。銀の床とか銀のタイル壁。あ、インゴットすげえいっぱいあんじゃん。え、インゴットがすげえいっぱいあんのか。1000個はいらないな。300個くらい必要か。ちょっと銀でいいや。まずは銀壁にしよう。で、周りを作る。まずはこれもまた作業か。これ結構確かにね、便利は便利。扉はないけど、とりあえず箱ができたということで。で、こっから、まあ、まずは寝床だね。寝床、みんなの寝床を作っていこう。扉がないから出れねえし。よいしょ、扉を作るか。じゃあと、これはどうしようかな。2つって言って2マス扉、2マス扉がいいね。ガラスの扉とか木のフェンス、ここら辺はあれか。まあ、木の扉が一番無難かな、今のところは。で、まあ、端の方から入っていくか。じゃあ適当に。よし、じゃあここを置いて、ほい、力も出てえな。裏口作った方が良さそうだな。裏口作ろう。裏口はじゃあここら辺で、これは1マス扉にしよう。これの作業台の位置が悪いな。作業台はまあちょっと、じゃあこの辺にしとこう。で、裏口だから1マスの板の扉。板の扉持ってたのか。もはやどこに何があるか分からんけど、板扉、板扉。なんかトロッコとかも作りてえな。普通に鉄道作りたいよね。あ、これか。怪しい。ほい、ほいほいと。よし、 OK。 じゃあ寝床、ベッドが、まあ木のベッドでいいでしょう。カラーベッドとかもな、牢獄ベッドとかもうちょっと嫌だから、まあ16個くらいじゃあ作っときますか。
て、まだこれあくまでも仮設住宅だから、みんなあのなんていうの、こんな感じ。2マス開けるか。じゃあ1マス開けて、おい、みんな今どこで寝てる？今寝てる、そもそもみんな頑張ってんな。いつまで頑張るんだろう。まあものづくりに目覚めてるから今はいいのかな。ちょっと宿舎的な感じにしよう。2、4、6、8、10、よし。じゃあ今度こっちだな。とこれは破壊しようで、はいはい、よし、こんな感じで、また例によって壁を置きます。壁はなんか、いや、ガラス扉とかだったらちょっとあれだな、プライバシーがなさすぎるな。壁をどうするか考えよう。ついたてっていうのもありだよね、よく考えたら。こういうところだから、ついたてはさすがにあれか、な、倒れてきたらめんどくさそうだしね。というわけで、じゃあ普通の壁にしましょう。銅の壁、レンガの床、銀タイル壁。やっぱり壁は壁がいいんだよな。スライムの壁とかそんなんあんの。モルタルの壁、モルタルって何？硬そうだな。ここは木の壁にするか。木壁、木の壁って、普通なかったっけ。あ、これだ。あ、基本100個持ったよ。で、壁壁壁、もうマジでわかんねえ。木材の壁、木材の壁だっけ。で、明かりがないといけないんだよね、そういえば。一応こんな感じで、ちょっとベッド一つ分っていうのがね、狭い感じはするけど。あ、でここは仕切ろう、あの別の壁で。よし、ピラミッドはもう大体できたかな。ちょっとピラミッドの様子を見て、じゃあちょっと終了しますか。もうここら辺は裏方で作る。どうだ、いや、まだ頑張ってんな。あ、まだ頑張ってるか。ほぼ終わったか。え、あと何が必要。 99% まで来てる。4734、35、36、あと2つ足りてないね。何が足りてない？え、何が足りてない？マジで。砂レンガ。なんで？早く建てろや。あと2つでしょ。あ、頑張ってる頑張ってる。よし、あと1個。あ、完成した。ちょうど完成したか。結構時間かかったね、やっぱり。ピラミッドの一つ目の設計図が完成。うお、すげえ。こうやって見るとでもマジすげえな。そりゃ時間かかるわ。腐った死体がなんか登ってきてたぞ。大丈夫かこのピラミッド。バーがあれば商売繁盛。うお、びっくりした、ミミズお前。というわけで、じゃあちょっとピラミッド第一段階が完成したので、まあいろいろ家とか作ってね、少し、まあ、身の回りの生活状況を良くしてから次へ進んでいこうと思います。このトイレって言ってるしね、まあ、そういうとこもやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。